オッケー、じゃあ乗って。権力を持ってる人間が嫌いなんだな。は？ローグにソウル。ソウルはあんたたちのリーダーか？あいつらのだ。鉢合わせする前に出発したがってただろ。ソウルの方が私に会いたくないはずだよ。何があったんだ？私たちはソウルのアルデカルドスの再生を約束したからカリフォルニアに来たんだ。一からやり直すために。あんたも見たでしょ。結局得たのは数えるほどのテントと乾いた砂の山。約束の地だよ。私は変革を求めてた。でもソウルは何も変えようとしない臆病者だ。あいつがいる限りクランに未来はない。ミッチとスコーピオンはいいやつらだな。最高のダチだよ。もし私があいつらの立場にいたら同じようにキャンプに残ってた。ソウルはさておき、クランが優先だからね。私はもう部外者だけど。あんたはまだ仲間の一人として扱って気にかけてた。ああ、そういうあんたは誰かいないの？今はいないが、それも時間の問題的な。はあ？意味不明。ロッキーリッジってどんなとこなんだ？周りに何もない過疎地で、かつていた住民もナイトシティに移るか、とにかく逃げ出したって聞いてるが。なら付け足すことはほとんどない。本当は州をまたぐハイウェイが開通されるはずだったんだ。新しい住民が来ることを期待してね。もちろん実現しなかったけど。こういうゴーストタウンはいくつくらいあるんだ？アメリカ全土で数千だよ。こないだ I-80 号線を走ってたんだけど、日が暮れて辺りが静かになってから車を止めるとさ、聞こえてくるんだ。何がだ？板で塞がれた窓を風が吹き抜ける音、丸まった枯れ草が乾いた砂地を転がる音が。町はそうやって死ぬんだ。派手な音を立てることもなく、すすり泣きながら。あいつらは元軍人か？スコーピオンとミッチ？うん、元パンツァーボーイズ。前の戦争にも参加してた。ってことはあの巨大な輸送機を操縦してたのか？スコーピオンがね。ミッチは警護担当。最高の戦闘用インプラントと最悪の悪夢を持ち帰ってきた。よし、着いたよ。何をすればいい？ラフェンを迎え撃つ準備だ。時間がないから即興で工夫をしないと。まずは偵察をしよう。使えそうなものを探す。ロッキーリッジは完全に入る。どう？何か見つかった？全然。何かいいアイディアは？ラフェンが来るのは日没後だ。それまでにサプライズを用意してやろう。電力さえ復旧させればなんとかなる。無理だ。設備はどれも動いてない。いいから、まずは変電所を調べてみよう。分かった。ブレーカーがあった。でも電力が来てない。それなら大丈夫。降りてきて、奴らを驚かせてやろう。さてと、コーサロへの電力供給源はあの変電所だ。奴らが来たら屋根の配電盤を操作して一斉に明かりを灯してやるの。わかった？了解。電源の方は任せる。俺はアクセスポイントを探すよ。了解。連中はきっと大勢で来るはず。うまく出し抜いて私の車までたどり着かないと。考えがある。奴らがコーサロに来たら少し遊んでやるつもりだ。任せたよ。明かりがつけば連中は不審に思って辺りを調べ始める。いい作戦だ。でしょ。でもまずは下の端末を起動しないと屋根の配電盤が使えない。車が必要ね。バッテリーでブーストすれば起動するはず。変電所のところで待ってて。車を回してくるから。
制御パネルはまだ使えそうだ。動力源にバイパス回路をつないでみる。動かしさえできればこっちのもんよ。トランクにブースターケーブルがあるから車のバッテリーとつないで。赤いケーブルをつないだ。ちょっと待って、こっちがまだなんだ。よし、じゃあ黒いのもつないで。ご苦労さん、オンボロが役に立ってくれた。これでよし、中の端末を起動して建物内の電力が復旧したら屋根に上がるんだ。分かった。私はタワーの上に行く。これで交差点全体を掌握できる。こっちから合図したらブレーカーを入れて。分かった。了解。スイッチギアに電力が来た。よし、奴らが交差点に来たら本番開始だ。配置につこう。あとは待つだけか。いい？電柱が来たら電力を送るんだ。ラフェンの奴らはどっちから来るんだ？北東、未完成のフリーウェイを通ってくるはず。援護は任せていいんだな。もちろん。来た。あいつら私の総トンで見える？見えてるから落ち着け。いよいよ本番だよ。連中に見つからないようにね。トラブルが起きたら私が狙撃で援護する。 OK？ 分かった。ボスの野郎はどこだ？お前らはここで待て。準備はいい？いよいよショータイムだ。うまくいけよ。車に乗って待ってて。どいて、私が運転する。了解。そんなに我慢できないのか。ただいま。どう？なかなかのマシーンでしょ？いい車だな。取り戻したかった気持ちもわかる。もはや私の一部よ。ほらな、ミッチとスコーピオンがいなくてもやれただろう。気を抜かないで、まだ終わってない。なんでだ、ブツも車も取り戻したのに。ナッシュがまだだ。あのクズ野郎、ロッキーリッチに現れなかった。バナム、聞いて、考えがある。ダメだ、目的の車と商品は取り戻した。シックスストリートが連絡を待ってるし。いいから話を聞いてよ。奴らのアジトを知ってるんだ。近くにあるフリーウェイを通れば着く。私たちが来るなんて
夢にも思ってない。わかった。ねえ、そのアジトはどこなんだ？すぐ近くだよ。ありがとう。ナッシュのことは信頼してたんだ。アルデカルドスを離れてナイトシティに来てから最初に組んだ相手だった。だからこそ。バナム、気持ちはわかる。俺も同じように裏切られたことがあるからな。復讐はしたの？する暇もなく別の奴に先を越された。でも過去に戻れたら自分で型をつけるでしょう。ああ、迷うことなくな。よし、行こう。準備はいい？蹴りをつけよう。ローグ、あんた言ってたよね、人のせいにしないで自分のケツは自分で拭けって。ナッシュは片付けたよ。これで満足？シックスストリートの商品は？そうだね、どうしてもって言うなら私が届けてやってもいいけど。じゃないと困るんでしょ？別に困らないよ。私の取り分なら前払いで受け取り済みだ。すると復讐も結構だが、受けた仕事は最後までやり遂げるべきだと思うがね。くそ。
で、気は晴れたか？多少はね。もう行きましょう。冷てえ女だな。随分と偉そうになったもんだ。昔は優しかったって言いたいのか？それはない。だがあいつも逆の立場を味わったことがある。一度初心に帰るべきだってことさ。ボズ、商品を手に入れた。違う、嘘じゃないって。サンセットモーテルで会おう。分かってる、必ず行くから。よし、約束は取り付けた。ヘルマンの件は取引の後、それでいい？シックスストリートは信用できるのか？連中とは何回も仕事をしてるけど、トラブったことはない。ビジネスを優先してくれるはず。OK、行こう。もう来てる。私が話すから。揉めそうか？いや、大丈夫だと思う。ボズ。よう、パナム。ナッシュはどうした？電話に出ねえんだ。電話するだけ時間の無駄だと思うけど。相変わらずだな。こいつはなんだ、おまけの品か？いや、あんたの見張り役だ。おお、ナッシュより骨がありそうじゃねえか。褒められた気がしないな。気に入ったぜ。ほら、どれも一級品だよ。おい、問題なさそう？口座を確認しな。数分後にはいい感じに潤ってるはずだ。どうも。でも報酬をくれるのはローグでしょう。チップだよ。ご苦労だったな。行くぞ。うまくいったね。よし、とりあえず飲もうか。ラフェンも始末したし、シックスストリートも大満足。いい一日だな。今日はまだ終わってない。私を怒らせるチャンスは残ってる。ノア。よう、さっきの連中とはどういう関係だ？当ててみなよ。あんたはうまくやってる？あの連中はまだ来てるの？ラーフェンか？いや、今んとこ静かだ。そのうち来るだろうが、幸いトラブルには慣れてるからな。で、注文は？ブローセフ、二つ。ねえ、連中に渡した商品は何だったんだ？チラ見しなかったんだ。バロペリドール、サイバーサイコシスの薬。売れるのか？もちろん、闇クリニックやリーパーがお得意さんってわけ。乾杯。あんたのソートンに。ありがとね、パートナー。おかわりお願い。
ありがとうノア。はいよ。他にも必要なものがあったらいいな。それじゃ俺の番だな。ヘルマンを確保する作戦は？一つアイディアがあるけど、まだ叩き台だからもう少し詰めないといけない。詳細はそれから伝える。今日はここで二部屋取って近くに留まるのがいいと思う。結構は闇に紛れられるよう真夜中にしよう。どう？いい考えだ。そうしよう。ノア、部屋を二つお願い。一晩でいい。私は一眠りする。また後でね。